あのね、今回の動画なんですけど、今回はですね、今回もドッキリ動画なんですけど、まあ今からね、フレンドを通信するんですけど、まあ周りを見れば分かる通り、私完全に今ね、閉じ込められてますね、完全に。完全にね、檻で閉じ、風船が今やってこないで、今完全に私ね、檻で閉じ込められてます。監禁されております。ってことで、今回は、まあ今完全にこのね、檻で私閉じ込められてるんですけど、今回今からね、フレンドと通信するんですけど、フレンドと通信して、まあ私の島に来てもらうんですけど、まあ、私はこのようにね、檻の中でこうやって監禁されちゃってたら、フレンドは助けてくれるのかと、まあ助けようないんですけどね、別に通信中はこう家具動かせないし、まあ別に助けようないんですけど、まあ助けてくれようとするのか、それとも、放置するのか、ことでございます。まあ人がね、もうこんな閉じ込められてたらね、助けてくれると思うんですよ、やっぱり。大丈夫かーって、大丈夫かーって、きっと助けてくれます。助けてくれなかったら泣きます。助けてくれるよね、多分。まあ、助けようないけどね、別に。あ、きっと助けてくれる。きっと助けてくれるでしょう。はい、ということで、今、島を開けたっていうこと、パスワードで今、島開けたんで、まあ、だから島開けれる人が来てたら、まあ、これ書くって動かせないんですけど、誰も来てないのに今動かせるよね。あー、動かせたって見てください。閉じ込められてます、完全に。じゃ、ここでね、ちょっと来てもらいましょう。さあ、ということで、フレンドさんにパスワードを今伝えました。これ、島に人が来たら、もう家具動かせなくなるんで、フレンドさんが僕の島に来た瞬間に、もう完全に閉じ込められますから。だって、通信してたら家具も動かせないし、緊急出してサービスは何も使えないから、もう、フレンドさんがここ、俺の島に遊びに来たら終わります。来たー。さあ、ということで、今回はですね、この方。カイラさん、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、来てくれてありがとうございます。まあ、カイラさんという方にはね、もう動画撮ると何も伝えてないんで、熱盛しましょうしか言ってないです。熱盛しましょうしか言ってないんでね、もう何されるか分かってないです。まさか、カサカさんが監禁されるとももちろん思ってないです。はい、ということで、カイラさんが来ましたね。ってことで、助けてーってちょっと打ちましょう。ちょっと多分助けてって言われて気づかないんで、ちょっと助けてーって助けてーさあ、来るか来るか来るかさあ、来るかさあ、今のところ来る様子はない。これ、助けてくれながら泣くよ。さあ、あー、来たーあはは助けてーおい、白紙してんじゃねーよ。おい、白紙とはなんだ。人が閉じ込められてて白紙はないんだよ。助けてくれ閉じ込められた。おい、笑ってんじゃない。人が閉じ込められて笑ってんじゃないよ。人がね、こんなね、俺に閉じ込められて、そう、助けて、なんとか。あー、すごい、助けてくれようとしてる。優しい、さすがだ。うわ、見て、今、助けようとしてくれてたよ。今、助けてくれようとしましたよ、完全に。やっぱ助けようとしてくれてるんだ。助けて、お願い。どうやっても助けれないけど、なんか頑張って助けて。檻壊して、もう無茶ぶり。ついに無茶ぶりをしだした赤坂さん。檻壊して。緊急脱出サービスは、使えないよ。使える？え？チェル？え？前まで使えなかった気がするんだけど、え？もしかしてアップデートで、使えるようになってるの？もしかして。おう。使えるようになってんのかな、もしかして。あー、使えないねー。あ、すごい、頑張ってる、すごいよ。絶対に移動できない俺を、なんか頑張って移動させようとしてくれてる、ありか。あー、重い、そりゃ重いよな。ってことで、ドッキリした。うー、決定でー。ドッキリ100です、なんかです。俺に人が還元されてたら、フレンダー助けてくる。スイッチ落ちた。